室？展望室は。上に行けるのか。アクアマリンエッグってどういうこと？あ、釣り堀だや。あ、なんかこっち。そうだ。ちょっととりあえずアザラシ見ないといけない。とりあえずアザラシは見ないといけない。やばい、このアザラシ親子がもうやばい。アザラシティッシュだった。えっ、これかわいいよね。やばいやばいやばい。えどうしよう。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、アザラシグッズがやばい。ちょっと待って、これ絶対好きじゃん。これ子供用じゃなかったら買ってる。大人用アザラシは大人用アザラシはないのかい。あ、これは隠れない。これなんだ。なめ団子ポーズ。2人でできそうじゃん。どういうこと。なめ団子ポーズ。なめ団子体操の決めポーズです。なるほど。くっそマジで。なるほど。あれ、カワウソじゃん。カワウソ買わないんですか。え、これの方が。え、安くない。あ、かわいそう。安くない。それは安い。上よ。え、どこ。ちょっと同じ特大でもカワウソを感じるね。そう、ちょっと、あ、これぐらいだったなと思ったら、あってなった。かわいい。私も書かないといじめられる。いじめられる。どうしよう、お前が。え、お前うち来るか。お前は打ち来るか。え、どうしよう、ちょっと。お前どうする。ちょっと、ちょっと。でも足短い。足短くない？可愛いじゃないですか。丸いのが可愛い。まん丸な感じが可愛いと思います。肌触り縫い目ある。縫い目から縫いぐるみだよ。縫い目があるよ。めっちゃさ、チンコゼロポテンわかる。あ、でもあラブクラス、あれモデルになってる。あ、そうなんだ。そうそうそう、アザラシ白、若い時は白いんですよね。ちっちゃい時白くて、大人になるとこうなる。ベビーベビーとか。そうそう、ベビーアザラシ。これ大人のアザラシ。あ、すごい、肌通りがめっちゃいい。大人のアザラシ1枚。いや、やば、カウソ寝てる。カウソ寝てる。もうフライングよ。あっ、やばい、やばい、あ、でかいね。やばいじゃん、クッキーさん。あ、こちらもこちらで。
イエーイ。